アルゼンチン・サンタフェ州、カシルダ出身のプロサッカー選手。サッカー・アルゼンチン代表。CA リベルプレート所属。ポジションは GK。フェロカリル・オエステで、プロキャリアをスタート。2008年、デポルティーボ・メルロに移籍。2010年、コロンビアの強豪クラブアトレティコ・ナショナルに移籍。ナショナルでは、安定したセービングでチームを支え、2016年には、 クラブ27年ぶりとなるコパリベルタドーレス優勝を果たした。2018年1月300万ドルで CA リーベルプレートに席、同年生 GK としてリベルタドーレス杯の優勝に貢献。妻は、コロンビア人のためコロンビアの市民権も有しており、このためコロンビア代表が招集を検討していたこともある。しかし、アルマーニ自身は生まれ育った。 アルゼンチンのためにプレーすることを望んでいた。2018FIFA ワールドカップ南米予選ではセルフィオロメロが聖守護神の座についていたが所属するマンチェスターユナイテッド FC ではダビド・デ・ヘアの控えであったためリーベルプレートでレギュラーを務めていたアルマーニを押す声も多数上がっていた。2018年5月 2018FIFA ワールドカップに 参加する代表メンバー23人の一人に選ばれた。グループステージ2戦目のクロアチア戦で不安定なパフォーマンスを見せたウィリー・カバジェロに代わり、第3戦のナイジェリア戦で念願のアルゼンチン代表デビューを果たした。決勝ラウンド1回戦のフランス戦でも引き続き起用されたが4失点を許し敗退した。2019年南米選手権一次リーグ B 組第2戦。 パラグアイ戦では相手パラグアイの PK をストップするなどの活躍でアルゼンチンは一時リーグ敗退を逃れた。アトレティコナシオナルリーベルプレート。ありがとうございます。